センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の第12回を始めたいと思います。よろしくお願いします。さてこれ、前回の続きですね。前半と後半ということで、前半はデコーダーの処理を修正する、そして、まあ、後半今日ですね、今日は、アプライの処理ですね。アプライが、現在評価スタックを使っているので、こいつを、まあ、廃止してですね、全てそのスタック操作を、ローカル変数に持っていくという処理をするんですけど、ちょっと一点気になるところがあるんで、それを先にリファクタリングで修正します。何かというと、IL コンバーターに前回 getILdata&updateNextIndex と、いろいろ死んでるな拡大するツールが死んでました。もしご存じない方がいたら紹介しときます。ついでにSYS インターナルズって、まあ、皆さんご存知かもしれないですけども、 SYS インターナルズに、まあ、いろんなツールがあるんですが、この中にですね、Zoom It というUTT があります。こいつ使うとですね、Zoom が簡単にできるっていうツールです。で、起動すると、タスクトレイに、Zoom It が常駐します。これダブルクリックするとオプションがこんな風に開くんですが、これですね、Zoom の、トグルを、ショートカットキーを指定できる。で、デフォルトはコントロール1になって、確か1だったの、俺カスタマイズしたかもしれないですけど、1って、今これコントロール1になってますね。これここを選択しといて、こう、数字をこう入れてやると自分で好きなようにカスタマイズできると。で、これやっとくと、今開いてるというか、あれいっぱいになるといけないですね。もう一つ、ライブズームっていうのがあって、ライブズームはコントロール4ですね。で、あと、ドローはコントロール2とか、まあ、いろいろあります。で、トレイアイコンを表示するとか、それから、Windows がスタートするときに、このズームイートを自動的に起動するみたいなチェックがあるので、これ入れとけばですね、いつでも、拡大が簡単にできる。で、これで OK で常駐しました。例えば、ここでコントロール1ってやると、こんな感じになり、今これ、マウスを動かしてます。だからこんな感じでスクロールできる。その代わり、これ画面のスナップショットなんで、こう、マウスでいじったりとか、タイプとかできないので、もう一回、コントロール1を押すと、元に戻ると。で、コントロール4を押すと、これ、ライブ。で、修正できるんで、例えばここでタイプして変更したりとか、そういうのをこう、拡大して見せたい場合は、コントロール4。で、単に、例えば、スクロールさせて、様子をこう眺めたい場合は、コントロール1みたいな感じで使い分けてやると、まあ、いい感じに、プレゼンの時に使えるんじゃないかなと思います。普段は、これ使ってますね。拡大鏡、使い方よくわかんなくて、ずっと、こっちばっかり使ってます。はい。ちょっと脱線しましたけども、これで、拡大鏡入れれたので、話を戻すとですね、これですね、getILdata&updateNextIndex という、抽象の、メソッドを、定義して、そいつを、呼び出すようにしたんですね、デコードの中から。で、デコーダーの中から。で、気になってると言っているのは、こいつは、まあ、IL データというクラスを返すんですよね。これ、まあ、リファクタリングで、まあ、結局、こう、あっちへ移動したり、こっちへ移動したりして、今のこの形になったんですけど、こいつの中身をちょっともう一度見直すとですね、キープしとこうかな。そうすると、この IL データの中には IL コンバーターと、それからオブジェクトでオペランドですね。これデコードした結果として、この2つを持っていると。ところがですね、これ、IL データってこいつなんですよね。
なのでこれ相互参照みたいな相互依存の関係にあるんですよ、クラス同士が。だまあ気持ち悪いので、どうにかしてまあ片方向だけの参照に変えたいと。でまあよくよく考えてみるとですね、この getIDLData&UpdateNextIndex で呼び出しているところはデコーダーの中ですが、これかな、ここで呼び出してるんですね。 IL コンバーターって実はこの呼び出し側にはもうすでに手元にあるんですよ、この ILC というやつが。あるので実はこれの戻りってまあ、IL データなんですけど、今は IL データなんですけど、単純にオペランドの値が返ってくればいいんじゃないのみたいな話なんですよね。で、ここで改めて、IL データに、これはイテレーターなんで、これらの値を次で返さなきゃいけないから、まあ、IL データ、IL データで返すんですが、まあ、ここで、IL データに、IL コンバーターと、コンバーターとオペランドの値を入れて返すみたいにすればですね、そうすれば、まあ、このクラス自体は IL コンバーターを参照するけど、IL コンバーター自体は IL データを参照しなくて済むようになるということで、この変更したいですね。今からやります。まずの、まあ、もう名前がふさわしくないですね。これ、オペランドを返す。オペランドは、まあ、型が今、特定できない。まあ、このままずっといくかもしれないですけど、なので、オブジェクトに直しておきます。そして、この getILData&UpdateNextIndex と書いてありますけど、もはや getILData ではないので、これは、まあ、例えば、そうですね、デコードオペランド&アップデートネクストインデックスと、まあこの風にしますか。でこれ自動リファクタリングで名前は変えておきます。ただこれだけで終わらなくて、戻り値の型オブジェクトに変えてしまったんで、該当箇所は全て手で直す必要があります。これですね。で、これ直しておきます。で、ここも IL データを自分で入するんじゃなくって、オペランドを返せばいいんですね。で、インラインランコンバーターってオペランドないので、なのでこいつはオペランドがヌルですという感じで返します。まあ、こんな調子で全部直していく感じですね。で、ここはオペランドが与えられているので、オペランドの値を、返します。はい。このような感じで、まあ、全部ちまちまと、直していきますと。ここもそうですね。はい。こいつはプライ、こいつはいいですね。あとは、確か1箇所。ショートインライン BR ターゲットですね。ここ赤色になっているんで、ここへ飛びます。はい。ここですね。ここをオブジェクトに直します。オペランドを返しますと。はい。で、呼び出し元は、さっきこれもオペランドに変えて、IL データの生成はここでやるようになったので、これで晴れて IL データから IL コンバーターは参照しているけど、IL コンバーターは IL データは参照しないという片方向の依存関係を作ることができましたと。まだテストの方があったかな。テスト。エラーはあるのかな。なんかここ赤出てますね。まあ、ビルドしてみればわかりますか。まあ大丈夫ですね。通りましたね。こんな感じで通ってます。はい。念のため、テストも走らせておきましょう。まあ大丈夫ですね。はい。一旦これをコミットします。うん。来ましたね。アンコミテッド、ステージングします。
大丈夫そうですね。リデュースディペンデンシー、リデュース IL コンバーターディペンデンシーと、はい、コミットしておきます。大丈夫ですね。はい。そして、あとですね、もう一つ、すいませんね。もう一点気になったのが、まあ、同じく今のデコードオペランドアップデートネクストインデックスメソッドのこの引数が、まあ、気になるみたいな話をしてましたね。で、これが情報が増えたりするとまたなんかこのシグネチャ変えるとなるといっぱい影響範囲が大きくなるのでいっぱいになるので、なのでこいつをまあやっぱりなんかコンテキストクラスとして抽象化してですね、でそいつを使うように変更しますね。この後でやるアプライコンテキストもまあアプライコンテキストにしたおかげでというかですね、そのあたりをいじらなくて済むようになってるんだ、まあちょうどあれと同じような感じですね。なのでそいつを変えていきます。まあどうやるかなんですが、まず、そもそもアプライコンテキストどこにあるんだっけみたいな定義がどこにあるんだっけなんですけど、IL データ、ここにあるんですね。うん、まあ、ちょっと、この辺、最終的にはなんか、ソースコードで別に分けたいかな、みたいな感じがあります。で、まあ、とりあえず、ここに、デコードコンテキストみたいなクラスを作り、それはそっちへ、そちらを参照するようにします。インターナル、シール、クラス、デコードコンテキストみたいなクラスですね。で、こいつらはこの3つの情報を内部で保持するので、ちょっとこれを持ってきますね。こんな感じかな。で、パブリック、リードオンリー、バイト、IL バイツ、それから、まあ、これ、レフ、パラメータがレフだったのは、要するに値を、変更した値も含めて持って回りたかったからなんですよね。でも、このデコードコンテキストに入れれば、これクラスなので、そもそも参照されるので、なので、こいつは、ここの中に、そのまま配置すればいいと。まあ、レフの、メンバーとか持てないんで、どちらにせよ。まあ、こんな感じにすればいいと。ちょっとまだやらなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえずこうします。で、あと、Q ですね。これも、リードオンリーで Q を持たせる、パスリメインズと。で、これイコール、Q は、まあ、内部で初期化して、そのまま保持するみたいにしておきましょう。レコードコンテキスト。で、最初に必要なのは、IL バイツですね。これは外部から与えてもらわないとわからないので、与えます。インデックスは初期値は0でいいですよね。ただ、1回でコード終わった後、次のパスを探索するときは、このインデックスで、その、次のパスの先頭の IL を指したいですね。なので、ちょっとコンストラクタでは都合が悪いんですが、コンストラクタ初期化時には0、インデックスは0なので、初期化し、そのままでいいと。で、Q は、まあ、この通り、自動的に、コンストラクタ呼び出し時に入されるから問題ないので、初期化するのは IL バイツだけですね。IL バイツ、この IL バイツ。まあ、こんな感じですか。で、インデックスをどうするかですね。今これパブリックイントインデックスとかやったんですが、私リードオンリーのメンバーはわざわざプロパティとか実は作らない派なんですよね。リードオンリーと分かってる場合は、これですね。これとか、これですね。まあだってぶっちゃけ
変わらないじゃないですか。リフレクションであの無理やりこのフィールドインフォを取り出してでそいつにセットしたら別ですけど、そうしない限りはこれリードオンリーのマークついてたら普通に書き換えられないので別にいいじゃん、そ直接 見ればみたいな。あの理由はいろいろありますよ。あのインターフェースの場合はなんかプロパティにしないとフィールドは公開できないので、まあしょうがないかとかいろいろあるんですけど、そういう制約がないような状態だったら別にフィールドでいいんじゃないみたいに思ってます。で、まあ、脱線しましたけど、まあ、そういうことで、あのもしあのプロパティにしないのって疑問を持っている人たちがいるんであれば、そういう理由であのあのフィールドはリードオンリーフィールドの場合は積極的にフィールドでやってます。まああとですね、あのあれですね、あの IL に落ちた時にですね、ロードフィールドとかあのストアフィールドのワン命令であのストアロードとストアができるみたいなことを分かってるみたいな。まあそれがあのあれですよ、あのネイティブコードに落ちたら一緒になるかもしれないですよ、あのインライン展開されてね。まあ分かんないですけど、まあまああのまあなんであの大した話ではないです。あのそういう理由であのフィールドを使ってますっていうことで、はい。でパブリックイントインデックス、これは、今の話でいくとリードオンリーではないので、ちょっとパブリックはさすがに気が引ける。で、ということと、さっき言ったように基本的にはあれですね、プラス N されるんですよね。インクリメントというかですね、プラス N されていき、あるところで強制的にどこかのインデックスにリセットされるので、まあそういうのを操作するためのメソッドがあり、あとは、リードオンリーで、プロパティとして、インデックスが公開されてるっていう状況を作ればいいかなって気がしています。なので、まず、こいつをプロパティ化しますね。get private set みたいな感じにしときます。こうかな。で、これで、インデックスプロパティは、リードオンリーです。インクリメントインデックス、まあなんかもうちょっとはっきりしたフォワードインデックスって名前にしときますか。フォワードインデックス、はい。で、進めたい量がありますよね、オフセットがね。なので、オフセットですね。まあこれなんか uint にしたいなって今ちょっと思ってた。あのこのなんか一瞬止まったのはそういう理由です。まあまあとりあえずいいです。あの int で。で、this index プラスイコールオフセット。ね、これ int だとね、あの、フォワードと言いながらマイナス値を入れると、あの、後ろに戻るとかあるんですけど、まあいいです。はい。で、void set インデックスで強制的にあのどこかのインデックスにしますと。インデックスと。まあこれはあれですね。単純にインデックスの値をこのニューインデックスに置き換えるってことをしますと。この感じですかね。大丈夫かな。うん、そうですね。はい。いいと思います。これで、デコードコンテキストができました。なので、あとは、これを使うように、このデコードオペランド&アップデートネクストインデックスを書き換えますと。まず、ここがデコードコンテキストみたいになりますと。まあ、そうすると盛大にあのエラーが出てますよね。で、これらをちまちま変えていくんですが、まあ、先に、あれですね、呼び出し元の方を直しておきますか。こっちのコンバーターの方の、ここですね、ここ。で、このコンテキストは、この処理をする前に、あらかじめ用意しておくと。とりあえず、ここに置きますね。レコードコンテキスト。もしまあこんな風にあるとします、まあ、ここの初期化コードちょっと後であのコンストラクターの引数はやります。で、このコンテキストをここで
渡してやると。なんで結局まあ、このデコードを呼び出すときにはですね、コンテキストを渡して、はい、終わりですね。他にやることは特にないと。で、あと、ここの部分なんですが、迷ったのは、この IL バイツをこんな風に渡して初期化しなければいけないんですけど、こいつを呼び出しているところって、そのパス、一連のパスを解析するのに、パスごとにこいつを繰り返し呼び出すわけですよね。で、それごとにこのデコードコンテキストっていうのは使い回しされなければいけない。なぜならば、内部にこの Q の値、マークリストみたいなあ、マークリストはないか、うん、Q の値が入っているから、だから、こいつを使い回さなければいけないですね。というわけで、こいつは、実はさらに、こいつを呼び出しているところから使われると。ここかな。こうですね。で、パスをすべて解析するっていうのは、この外側のホワイルの外で、あらかじめ、インスタンスを用意しておいて、こんな感じで。で、それを、デコードのところで渡してやるという流れになります。つまり、IL バイツ、スタートインデックスも、もう、コンテキストの中に入っているという前提ですね。で、マークリストはちょっと置いておきましょうか。で、あと、パスリメインズも入っているので、マークリストとコンテキスト、デコードコンテキストが渡ればいいと。で、あとですね、ここで名前が重複してますね。なので、こいつは変えておきます。まず、元のやつはアプライコンテキストですね。なので、これはアプライコンテキストがアプライに渡るように直します。そして、まあ、こっちも、ここでは紛らわしいので、デコードコンテキストという名前を与えておきます。そして、こいつがここの代わりに渡るように、しておきますと。短くなったからこっちを持っておくかな。こんな感じ。で、このデコード&イナミュレートの方は、引数に IL バイツ、スタートインデックス、マークリスト、パスリメインズがあったので、ここはデコードコンテキストとマークリストが渡ると。こういう感じですね。はい。ああ、やっぱりちょっと長いかな。こう切っときますね。で、現在のインデックスの管理って、この中で、自分でこのインデックスっていうローカル変数を使って管理をしているんですよね。なんですが、もうこのデコードコンテキストの中に入っているので、これを使うように書き換えます。まず内部でインデックスは使わないので、ここは削除しますと。スタートインデックスは外側からこのコンテキスト経由で与えられる、セットインデックスされるイメージですね。なので、それは後でやります。で、コンテキストの、インデックスが、コンテキストの中にある IL バイツのレングス内であれば、ループを繰り返す。で、それで、マークリストの、インデックスを見て、もうすでにマークがついていたら、もう、イテレーションとしては終了。から、マークリストに改めてここでトゥルーを入れて、一つマークをつける。それから、ここの IL バイツの参照は、この、コンテキストを参照して、こいつですね、インデックスも、参照すると。ここで、コンテキストインデックスプラプラってやってますよね。なので、これではまずいので、インデックスを参照はするけれども、ここで、フォワードインデックスで、手動で、インクリメントしておきますと。まあ、なんか、もやもやしてくる人もいます。いるかもしれないですね。これらの変更で。まあちょっと、後でやります。コンテキストの IL バイツ、コンテキストのインデックス、そして、フォワードインデックスで、また1個進めますと。はい。とりあえず、これで辻褄はあったのかな。そうですね。エラー出てないので大丈夫と。
はい、で残るは、IL コンバーターの方を直すと。で、これですね、アプライコンテキスト。で、こいつが、じゃあ、ごめんなさい、デコードコンテキスト。デコードコンテキスト。で、ここ引数、こんな感じで置き換えますと。インラインランコンバーターは何もしないですね。なので別に放置でいいと。で、こいつを、ここに渡します。そうすると、これは見てますね。見ているので、ここは、見るように変えます。インデックスと。で、ここをインクリメントしてますね、インデックスを。なので、フォワードインデックスで、そのサイズ分だけ、ここでは、サイズオブイントなんで4バイトですね。4バイトインデックスを、先へ進めるというような感じで、直していきます。ごめんなさい。レコードインデックス。あ、違う、レコードコンテキスト。疲れてますね。で、コンテキスト。今度は64ビットですね。64ビットも一緒です。アイルバイツとインデックスを指定し、フォワードインデックスで、インデックスを進めると。8バイト分ですね。64ビット分進めます。ここはいいですね。ない、ない、ない。あと、あるのは、BRS だけですね。ここも、レコード、コンテキスト、で、ここは、IL バイツのインデックスと。で、インデックスを進めます。ああ、ここちょっと面白いですね。BRS は、取り出したオペランドの値自体が、オフセットに相当するわけですよね。なので、このフォワードインデックスって実はオフセットとしてちゃんと機能してますよね。マイナスの値もイントで渡っているんで、まあなんかうまくいったと。さっき U イントにしたいなって一瞬思いましたけど、まあこれでよかったってことですね。前方へ戻る場合、じゃあ後方か。後方へ戻る場合でも問題なく計算されるという感じですね。これで全部通ったので、テストしますと。ああ、テストコードいかんかったかな。ああ、やっぱりそうですね。直し忘れが。ああ、これですね。ここは、テストコードなんで、まあ、とりあえず後でもいいんですけど、一応ついつまがるように直します。まず、アプライコンテキストは、まあ、アプライコンテキストって名前で渡すと。そして、今回追加した、レコードコンテキストイコールニューレコード、レコードコンテキストみたいに用意します。で、こいつは、アイルバイツはここですね。アイルバイツと。はい。これで用意できたので、ここに渡します。で、まあ、マークリストがあるんでね。マークリストは残しておいて、まあ、こんな感じですかね。はい。これで一応通るようになったかな。あ、まだありますね。なんだ。あ、これは、あれですね、アプライコンテキストが大丈夫かみたいな話ですね。で、おあと、あれですね、パスリメインズは廃止しないといけないですね。で、そうすると、ここでエラー出るんですが、ここでチェックすべきことというのは、レコードコンテキストの中にあるパスリメインズが0個になっているということを確認すると。あれ、これ呼び出し元良かったかな。コンバーターの方の、デコードを呼び出した方ですね。これはどうだったか。なんか、いらないのがいろいろありますね。ああ、これもちゃんとやらないといけないですね。まずこれを削除するんですが、延休自体はされないと困りますね。
これをデコードコンテキストのコンストラクターでやるべきかどうかみたいなことを今迷ってるんですが、まあコンストラクターの方持っていきますか。まず削除します。そしてこっち、ここで IL バイツを保存した後、パスリメインズに 0x00 を代入することに、Q に入れることによって、最初のパス、メインパスを探索するような状態にすると。はい。それから、パスリメインズが残ってるかどうかを見ているところは、このデコードコンテキストのパスリメインズの数があるかどうかみたいな感じですね。で、パスリメインズをデキューします。そうすると、スタートインデックスが得られますよね。なので、デコードインデックス、デコードコンテキストのセットインデックスで、このスタートインデックスをセットすることによって、パスの解析、開始位置ですね。開始位置が正しく設定されると。まあ、こういう流れですよね。まあ、書きながらね、かなりモヤモヤしてますね。このあたりとか、なんか、あれですね、デコードコンテキストの中に、メソッドとして、こう、分割不能な、操作として、なんか定義して入れた方、入れて呼び出すようにした方が、なんかいいような気がしますね。まあ、ちょっと、とりあえずこのままランします。はい、通りましたね。なので、デコードコンテキストへの移行はとりあえずこれでいいと。これを一旦コミットします。大丈夫ですかね。デコードコンテキスト&リファクター。まあちょっとなんか今すぐこのパスリメインズのあたりとかのその処理をカプセル化して抽象化したいってちょっともやもや思ってるんですけど、もうちょっと進めますね。アプライの方の処理をちゃんとやってからそれを考えますか。っていうのはなんか あまり早いうちに抽象化とか進めすぎるとですね、そうすると後からやっぱりダメだったってなった時に戻したりしなきゃいけなくてめんどくさいので、もうちょっとなんか姿が見えてきてからやりたいと思います。ので、今はこのままにしておきます。さて、ようやくなんですが、これで準備ができたので、デコードではなくて、インライン8、ノップコンバーターのアプライだとか、まあ、このあたりを順次やっていくわけですね。で、まず、エバリエーションスタックを廃止したいですね。で、エバリエーションスタック廃止するには、アプライコンテキストの中にあるこのエバリエーションスタックですね。こいつを、まあ、削除しますと。まあ、仮にコメントアウトしておきますね。はい。そうすると、エバリエーションスタック参照しているところは、軒並み全部エラーになってるはずですね、これで。で、なので、修正しなければならない箇所は、これで、可視化されると。で、それから、スタックが必要になるたびに、その新しくそのローカル変数領域として、そのスタックを定義していきたいんですよね。どん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 。なので、どうしようかな。それ、ちょっと待ってくださいね。この間、まあ、こんなのがあってみたいなのを書いたときには、ヒント32アンスコ T のスタック、0の0とか、スタック0の1とかいう感じで、で、1の0、1の
1みたいな感じにすると、この定義の仕方というのは、この最初の番号が、最初の番号が、評価スタックの位置ですね、スタックのポジションを表している。そしてこっちが、異なる、型がある場合にそれを使い分けるためにインクリメントしていく。タイプスを表すみたいな感じで書いてました。なのでそれに従って考えると、まあ、こんな感じですよね。例えばヒント64キーとか、それからイント32キーのイント PTR キーとかですね。こういうふうに型が同じポジションなんだけど、型が変わる場合、同じポジションって言ってるのは評価スタックのこう積まれていくスタックを、0番1番2番とか番号インデックス番号をつけてある場合に、それぞれの、スタックをイント32キーとして使うのか、イント64キーとして使うのかみたいな話とか、それからイント32キーとして使うのか、イントポインターキーとして使うのか、キーとして使うのか、イント PTR キーとして使うのかみたいな感じで使い分けたい時に、同じポジションだけど、違うタイプというふうに、分けて使うという意味ですと考えたんですけど、まあこれでもいいんですが、いいかな。ポジションとディファレントタイプスをなんか分けて使わなきゃいけないんで、なんかどうなんだろうっていうちょっともやもやと思うところはあるんですが、今現在どのスタックを参照しようとしているか、現在のあのスタックの位置ですね、まあスタックポインターって名前はあんまりあれですけど、まあ、スタックポインターっていうならば、そのスタックポインターがどこを指してそうなのかみたいなことを表す番号がこのスタックポジションに、相当すると。で、これはおそらく、アプライコンテキストの中に必要でしょうね。で、それから、それぞれの、スタックごとにディファレントタイプスを検出しなきゃいけないので、このスタックごとに、なんかリストがいるのかな。これは、リストですね。で、リストの、リストでいいか。リストかな。ちょっと安直な方ですけど、リストのタイプみたいな感じ、こういう感じのリストがあったとして、中身はどうなるかというと、この012っていうインデックスは、これはスタックポジションを表しています。で、それぞれの位置の中に使用された、型の情報がここに、さらにリストとして格納されると。この図の例でいくと、ここはまだない。なんだ。イント32キー。それから、イント64キー。これ0番ですね。それから、1番の方がイント32キー、イント PTR キーかな、
こんな感じですかね。で、まあ、2以降も必要であれば、使われたらもうそれをずっと保持している。そうですね、すべてのパスを探索する間、このリストはずっと保持し続ける。そして、どういうふうに使うかというと、スタックのこの0番目のインデックスを今からint32で使いますって最初に分かると。そうすると、このリストの先頭の0のところに、リストを追加し、そのリストの先頭にint32と追加しておきますと。で、これ、いつぞやの段階で、またインデックス0を使ったけど、今度は違う型を使いました。っていう時には、このリストの、そのインデックス0の位置のリストの中を見てですね、同じ値を使っているかどうかを調べる。で、もし同じ値を使っていたら、フィールドを流用する。流用するには、要するに同じ名前にすればいいんですけど、スタック0の0っていうのを、流用する。っていうふうにする。大丈夫かな。誤って必要なフィールドを書き換えてしまわないかどうかということが問題になりますが、今現在どのスタック、どのインデックス位置のスタックを見ているかというのは把握しているので、誤った位置のものを書き換える可能性はないような気がしますね。どうかな。言いながらちょっと、多分大丈夫だと思うけど、多分いいと思います。なので、そんな感じで、1番目のインデックスについても同じように記録しながら、もし次の値をここのリストに足そう、次の型を足そうとした場合には、すでにあるかどうかを見ると。ある場合は、その、スタックロー、ややこしいですね、スタックローカル変数を使う。そうでなければ新たに追加して、その番号の、スタックローカル変数を使うと、いうような感じで、同じインデックスについては型が重複、異なる型で同じ、ローカル変数領域を参照しないようにすると。いいよな。いいですよね。この方法なら例えば、使われているスタックがもう全部int32 だったとすると、そうすると少なくともスタック0の0と、スタック1の0が両方とも int32t で2つだけ宣言されて使われるはずですよね。なので、C コンパイラーから見てもコストは最小になっているだろうと。よほどおバカな C コンパイ、現代においてね、おバカな C コンパイラーだと、クソ真面目に使うかもしれない、この辺割り当てたりして使うかもしれないので、まあこういう宣言は少なければ少ない方がいいと言えるだろうということで、こういうふうにしておけば最小になるでしょう。異なる、スタックになるようにしなきゃいけないときだけ、ローカル変数が割り当て、それぞれに割り当てられるってことになるような気がします。で、あと、分けた後、このスタック0の0とかスタック0の1とか、この、ローカル変数のシンボル名ですね、これは、スタックポジションとその、異なる型のその型を表す内側のリストのインデックスですね。この2つがあればいつでも生成できるので、多分アプライコンテキストの中ではこのインデックス番号、このリストのリストだけを保持していればよくて、実際にスタックのこのローカル変数を生成するのは、全部デコードが終わった後、で、まとめて生成すればいいと。言い換えると、今までは、IL バイツを、1バイト、1オペコードごとに解釈するたびに、ソースコードを出力してたんですけど、ちょっとそういうわけにいかないですね。ソースコードを出力するのはいいですけど、このローカル変数の宣言っていうのは上へ持ってこないといけないので、
なので、生成したソースコードは一旦、まあ、なんかリストとか何かに、保存しておいて、まあ、あるいはなんか、ストリングビルダーかなんかで結合してもいいかもしれないですけど、まあ、そんな感じにやっといて、で、後でローカル変数と、まあ、強いて言うなら、その、関数ですね。関数宣言プラ、関数宣言にブロック開始をつなげて、で、さらに、いわゆるローカル変数の定義、ドットローカルズですね。ドットローカルズの宣言を加え、そして今回のこのスタックのについて必要な宣言をすべて加え、それから、生成済みのソースコードを全部ここに、その後ろにつなげるというような手順にすれば、ソースコードが完成するわけですね。まあ、だから一回、今まではストリーミングみたいな感じでソースコードを、イテレートしながら出力できてたんですけど、残念ながらその方法は使えず、一回、ソースコード出力についてはバッファリングする必要があるということになります。ああ疲れた。さあ、というわけでやりましょうかね。はい。で、今、バリエーションスタックは無効化しました。今話してた内容に基づき、ちょっと形が本当にいいかどうかは、まだ一末の不安というか、自信はあまりないんですが、とりあえず、白板で話した通り、イントの、ここな、何にすればいいんだろう。必要な型の型表現はどうなるかですね。これわかるかな、タイプって書きたくなるんですけど、こんな感じにしたくなるんですけど、タイプ取れてるんだっけ。わかんないですね。取れてんのかな、これ。ちょっとわかんないんで、まあ、とりあえずタイプにしておきます。ひょっとしたらストリングにしないといけないのか。でもちょっとストリングだと、緩すぎるんで、ちょっと微妙だなと思ってるんですよ。まあでも、まあ、とりあえずこういう風にします。で、これが、スタックスとかにしておきますか。もう、お茶濁しまくりな感じですけど。とりあえずインスタンスは、初期化時に自動的に格納される感じですね。こんな感じ。はい。で、このリストだけあれば、宣言済みのものまで含めて全部明らかになりますね。なりますね。うん、まあ、とりあえずこんな感じにしておきますか。スタック、タイプス。タイプバイスタックス。違うか。まあいいや、これで。はい。こんな感じです。で、これらを使うように、現状の IL コンバータの実装をすべて修正するという感じですね。まあ、頑張っていきましょう。今度 i8 コンバーターですね、これはどうなるんだ。スタックの値をポップし、なんかイントだったら LL をつけて、そうじゃなければキャストしてみたいなコードになってますね。うわ、これ難しい。ちょっと後にしますね。やり方がゴロッと変わるので、なんかイメージが湧かないんで、もっと簡単なので、この LDC-I41 コンバーターは簡単ですね。簡単というか、イメージは湧きます。ソースコードとしてどういうコードになるべきかというと、スタック、まあ、例えば、ちょっと、このスタックがこうなるかどうかはわからないですけど、まあ、言ってみれば、こんなようなソースコードが出てほしいんですよね。スタックの0の0が1で、イコール1みたいな。なんかこんなのが出てほしいってことですよね。で、アプライって、ソースコードが出力できる場合は、ソースコードの文字列を返し、そうでなければヌルを返すって話をしてますよね。今回の変更で、
このエバリエーションスタックのシミュレートがなくなるので、ほとんどの場合ソースコードをその場で生成して返すことになると思うんですよ、実際これみたいに。で、返さないパターンは例のあのノップですねとか、まあひょっとしたらその BRS で、ゼロ分岐する場合、あのゼロオフセットに分岐する場合とかはもうソースコード省略するっていう意味でヌルを返すとかしてもいいかもしれないですね。はい、というわけで、まず、これがちゃんとこうなるように出力したいです。できるのか、こうまずリターンになりますね。それからダラ使えないかもしれない、フォーマットしてますか、スタックの0の1が1になるみたいな、こんなコールですかね。はい、で0と1が何になるべきかなんですけど、今現在スタックにどれだけのものが積まれているかっていうのを、スタックゼロに出さないといけないので、そうでした、さっき言ってましたね自分で、スタックポジションがいりますね。スタックポジション、そしてこれは、パブリックのリードライト変数なんであんまり良くないので、ちょっとやめて、スタックポジションのゲット、プライベートセットってやっといて、まあ、プッシュスタックとか、ポイントでしょうかね。どうしよう、まあ、とりあえずボイルにしとくか、なんかイントにしといた方がいいような気もするけど、でこいつは、スタックポジションプラプラと、で同じように、ポップする場合は、ここでポップスタックと、で、スタックポジションは、デグリメントしますと。ちょっとここ嫌ですね。これは本当はアサートではなくて、例外をスローしないといけない気がするんですが、マイナスになったら明らかにおかしいので、そのチェックをしていきますね。はい、こんな感じです。で、スタックポジションが操作できるようになりました。なので、ここで、まず、カレントポジションは、this じゃない、コンテキストの、スタックポジションと。で、コンテキストの、プッシュスタック。今からプッシュしますよね。LDC-ION1 なので、LDC-ION1 なので、スタックに値をプッシュします。で、参照すべき値は、カレントポジションになります。なので、ここ最初は、スタック0だとか、1だとかいうのが、スタックの位置によって、この値が出力されると。そして、後ろ側ですね。これがどうなるかというと、カレントポジションのスタックの中にリストがあるわけですよ。まずそれを取り出しますね。タイプリストイコールコンテキストの、スタックタイプス、カレントポジションと。こんな感じですね。これあれですね。初回は取れないですね。これ例外で刺さりますね。いちいちこの中見て、インデックスが、リストの長さを超えていたら、アットするみたいなコードを、ここで書きたくないんですよね。なので、やっぱりこれも何かが必要なので、やってることは、カレントの位置のリスト、
ットを得るみたいなことなので、プッシュスタック、ポップスタック、それから、タイプ、ゲットスタックタイプリストみたいな感じのメソッドがあり、こいつは、ヒックディススタックポジションが、ディススタックタイプスの、長さを超えている場合は、このディススタックタイプスに、リストのインスタンスからですけど、これをアットしておきます。これはスタックポジションの位置によって、1個だけ追加ってわけにいかないかもしれないんで、これは条件を満たすまでホワイルで回せばいいですね。はい。そして、リターンのThis stack types の、stack position と。こんな感じですかね。イコールが含まれているので、なので、大丈夫で、これごめんなさい。こっちか。こう。ん？音かな？いや、違いますね。現在のスタックの位置がスタックタイプスのカウントと一緒か、超えている場合、要するに言い換えるならスタックタイプスが少ない場合ですね、はひたすらアットするということなので、これでいいか。はい。で、こうすれば現在のスタックの位置によってスタックタイプリストが得られますと。こいつ、微妙ですね。一旦プライベートにしておきますか。ちょっと使い方が、あれで微妙なんですけど。で、こいつを、キャメルに直しておきますね。こんな感じかな。はい。で、完全に取り出せるようになったので、ゲットスタックタイプリストと。そうするとタイプリストが得られます。で、あとは目的としている型と、同じ型のものがすでにスタックとして宣言されているかどうかっていうのを確認すればいいと。その型はどこから入手できるのかというと、この命令が LDC-I41 なので、int32 の値ですよね。なので固定的に int32 だと分かっているので、このリストの中に int32 があるかどうかみたいな感じでチェックすればいいと。それは、どうなんだ、スタックインデックスって名前ですか。で、タイプリストのファインドインデックスですね。タイプなんで、イメージ的にはこういうことですね。こう、タイプ、ファインドインデックス、こいつは、そうか。デリゲートしてするんですね。これなんかファインドとかでは何だったっけ。ファインド。何だったっけ、なんかあったような気がするんですね。ファインド、ファインドじゃないですね。インデックスオブか。インデックスオブだ。そうそうだ。しばらく使わないか忘れてました。はい、すいません。で、見つかれば、そのインデックスのローカル変数を使えばいいですよね。それをやるとね、出力される C のソースコードの可動性がどんどん悪くなるんですけど、まあ効率のためにそうするみたいな感じですね。まあとりあえず、
これでやってみてですね、その出力されるソースコードがもう無理だわ、こんなん読めんわみたいなふうになってきたら、まあちょっと考えますか。で、こいつは、マイナス1の可能性がある。つまり、intのローカル変数はまだ定義されてないっていう可能性があるので、もしそうなら、タイプリストに、新たに追加します。intこいつってインデックス返したかな？返してないですね。じゃあ、スタックイン、スタックインデックスはタイプリストの現在の、最大値、こうしないといけないですね。はい。これで使うべきそのインデックスが分かったので、晴れて、このスタック領域をスタック領域として使うローカル変数の名前が、シンボル名が特定できたという感じですね。なんかこの辺のコードは他の実装でも同じようにしないといけないかもしれないですね。というか、多分そうなりますね。なんで、まあこれもなんかアプライコンテキストの中に移動した方がいいような気がしています。とりあえず先へ進みましょうかね。で、スタックをこれで1個使ったから、プッシュスタックしましたみたいな話で、こうしておきますか。はい。はい、できました。これで LDCR41 が OK。なんか、抽象規定クラス作りたくなりますね。LDCR42 もどうせ一緒だろうみたいな気は、ちょっとしますね。まあ、ちょっと書いていきますか。ここも、今のコードとほぼ一緒、使う方もイントですよと分かっている。この辺の流れは全く一緒。そしてここですね。ここで、固定的に代入する値が1ではなくて2が代入されるみたいな話ですね。まあ、大丈夫ですね。で、じゃあ LDCIN コンバーターはどうなるのかちょっと見てみますか。こいつはオペランドに値が渡ってくるんですよね、32bit の。まあ、言い換えるなら int32 の値が渡ってくる。なので、ここはこんな感じですか？まあ、パラメータで渡すようにして、こうすれば終わり。ですね、32bit の値なので、代入式についても特に問題はないですね。で、64bit の場合は、これ LDCI8 コンバーターなんですが、ここではオペランドが64ビットでやってきます。で、これ文字列に展開してしまうと、64ビットだろうが32ビットだろうが、まあ単なる数字なんで区別がつかない。ということで、ここに LL をつける。に LL、あ、LL みたいな感じで。いいですね。そうすると、この数字は、まあ丸々64ビットのリテラルだということが分かります。それが直接、スタックに代入されると。ああ、いいですね。多分こんな感じ。今のところ、ここからここまでがまるで一緒のコードなので、なんか共通化できそうですね。まあ、ここをちょっとどうするかぐらいの感じで。はい。もうちょっとやりましょうかね。今度、STLOCK0 コンバーター。こいつは、ローカル変数入れるやつですね。で、ただし、スタックからポップしてこないといけないけど、まあ、もはやエバレーションスタックはないので、どうやってやるかですね。これは、今現在、コンテキストが持っている、スタックの値を1個取り出し、これですね、多分。これカレントインデックスポジション扱ってますね。カレントポジションの、どれなんだろう。そうか。それを覚えとかないといけないのかな。ちょっとわかんないな。まず、
まずカレントポジションは少なくともこんな感じで、取ってこないといけないですね。ここは、ちょっと具体的にどうなるかというと、スタックの値を取ってきてローカル変数0に出るので、あ、スタック0の1みたいな形式になるはずなわけですよ。で、これ、現在のスタックの位置、ポップしないといけないですよね。それって、こういうことかな。ポップスタックします。で、そうすると、デクリメントされないでデクリメントされるので、そのスタックの位置が得られます。スタックに1個だけ値をプッシュしているとポップスタックによって0になりますね。なのでこのカレントポジションは0になっているはずで、それを参照するので最初の値はこれでいい。2つ目ですね、問題が。これ情報ないですね。要するに直前に実際にプッシュしたインデックスが必要だということですね。結構難しいな。何を言っているかというと、スタックタイプスもそうだし、やっぱりスタックのようなものがいる。本当かな。それ入れるとエバレーションスタックもどきになっちゃいますよね。そしてなんか中途半端な IL の命令が組み合わされた場合に、前から考えてた方法と同じ方法で問題が起きるので、そのやり方本当にいいのかって話ですよね。プッシュ、そしてポップします。いや、やっぱいかんな気がしますね。これは難しいですね。一つだけいい方法は、あります。いい方法というか、ついつまが合うようにする方法はあります。それは、使い回すのをやめることですね。さっき、型が同じだったら、このリストを保持しておいて、型が同じだった場合は、その、フィールドを使いますって話をしました。使いますので、実際のところ今何の型を使っているのかっていうのが不明瞭になるんですね。で、それが明瞭化するには、スタックの遷移を追わなきゃいけなくなって、そしてエバレーションスタックの、模倣をしなきゃいけなくなって、そして、問題は、なんか振り出しに戻るというふうになるので、ここね、フィールドの再利用、この部分ですね、この部分、フィールドの再利用を諦めますか。つまり、スタックにプッシュする命令はもうすべからく、どのスタックが再利用できるかとか考えずに、使われるたび、正確にはプッシュされるたびに新たにスタックのローカル変数を割り当てる。で、ポップするときは、最後にその定義されているものから値を取るみたいにしますか。それならいいかな。そうですね。内側のリストの最後のもの。これの、ラストの値ですね。ラストの値が取れると思えばいいので、このリストの、カウントの値かな、カウントの値マイナス1かもしれないですけど、それを、これですね、ディファレントタイプスの、
ここの値として使うと。だから、こいつはディファレントタイプスというよりは、なんでしょうね、なんて言ったらいいんだ、使用されるたびの、スタックの、スタックのインスタンス番号と言ったらいいのかな、もうわけわかんないですね。使用されるたびにインクリメントするあのスタック番号、スタックインデックスナンバー、いやわかんねえ、スタックスタックインスタンス、インスタンスナンバー、なんか適切な名前をつけたいけど、そういうことですね。とにかく使用されるたびに、インクリメントされていくというふうにすれば、とにかく使われたのは最後のものだってわかるので、それでついつまがうと。いいんかな、なんか一末の不安があるな、それもな。どういうことかというと、パスですね。メインパス以外のパスを評価しているときに、とにかく、このリストですね。このリストは、すべてのパスを解析するまでずっと使い続けるわけで、なので今言った話でいくと、このスタックインスタンスナンバーっていうのはひたすら伸びていくわけですよ。まあそれ自体はいいんだけど、ある、パスからメインパス以外のあるパスからまあどっかへジャンプした時に、そこの先から使われるべきスタックの状態は次々とこのスタックインスタンスナンバーで切り分けたフィールドを参照しているはずなので、ある場所にジャンプした場合に、正しくなんかそのスタックを使うのか、スタックフィールドを使ってくれるのかみたいな疑問がなんか今ちょっとふつふつと湧いているんですが、なんか難しすぎてもうちょっとなんかひねってみないとわかんないかな。めっちゃむずいですね。なんか IL2CPP が思いのほか早くならなかった理由がなんとなく垣間見える感じもしますよね。まあ C コンパイラがね、どこまで頑張るかってことにもよるのかもしれないですけど、頑張ってくれるのか、あの最適化。でもなんかうまく工夫しないと、なんか結構あのコストが上がってしまうような気がしますね。まあ、今のこの話はね、その C コンパイラが結局なんか使用するそのローカル変数領域をどこまで追跡して、でこれは型が同じでなおかつなんかこう実行パスが重ならないから流用できるとか、すごい高度な判断をしてくれれば、なんか今ここで考えているような心配は全部 C コンパイラーが面倒を見てくれるって話になって楽ちんなんですけどね。はぁ、難しいなぁ。どうしようかな。ちょっとそこの評価をもうちょっとだけ先送りしたいなぁ。先になんか動く、この辺のことを動くようにしたい。もうちょっと言うなら、ジャンプが正しく動くようにしたい。条件ジャンプ、無条件ジャンプが正しく動くようにしたいですね。そっちが先だな。そうですね。それから改めて、ここら辺のことをもう一度詰め直すか。まあ、もしそうするとすると、そうですね。
しようかな。スタック、異なる型をサポ、あのスタックの位置、スタックインデックスによって異なる型をサポートしないって方向で最初に実装すると多分すぐにダメなんですよね。スタックのプッシュとポップは、あの評価スタックですけど、評価スタックへのスタックのプッシュとポップっていうのは、ちょっとした C シャープのコードでもものすごくたくさんプッシュポップ、プッシュポップでするし、型ももう、あの、点でバラバラなんで、多分すぐにあのダメパターンにぶち当たると思うんですよ。だからそれだけはどうしてもサポートしなきゃいけない。そうだな。まあ、なんか、これをもうちょっと整理した方法でやりつつ、今言ったようになんか複雑なパスを全部解析するときになんか整合性が取れないような気がするんで、そこの部分は後から直すっていうふうにしますか。実際になんかどういうコードになるとあのダメパターンになるのかっていうのをちょっとかませてみた方がなんかわかるかもしれないですね、イメージとして。今ずっと頭の中で考えてますけど疲れたので、まあちょっともうちょっとこのまま進めますか。はい、どうしようかな。とりあえずこれでアプライコンテキストの実装が、まあ、正直言って自分で言うのもなんですけども、とんでもなくクソな状態になっていますが、このままもうちょっ と、このままのインターフェースのユーセージのまま実装を続けます。続けるとした場合、ここのスタックの、ここはどうなるかというと、イメージ的にはこうかな。コンテキストのじゃあ、ゲット、そうだ、ゲットしないといけないです。まあ、スタックリストイコールコンテキストの、ゲットスタックタイプリスト、スタックリスト、タイプリストですね。ごめんなさい。ボロボロや。タイプリストを得ます。これは、現在インデックス0なので、インデックス0のリストが得られます。で、このリストのサイズを見れば、型がいくつかあるはず、あの、型ごとに、リストが伸びているはずなので、そのサイズを、こいつに渡せば、最後に使った、スタックのインデックスが得られるはずですね。ただし、マイナス1しなかんかな。まあ、こんな感じですかね。はい。これで、ローカルゼロに対して、そのスタックの値を、代入するみたいなコードが出来上がったというわけですね。大丈夫だよな。はい。で、じゃあ次。これですね。ST61。こいつはローカル変数1に同じような操作で、代入するんで、まあ、ここだけですね、違うのは。はい。次、stlock2。もうこれも、ローカル変数領域2に、コピーすれば OK。これは3ですね。はい。次逆ですね。LD ロックなんで。ただ、LD ロック。イメージ的にはこうなりますね。逆ですよね。スタック、ローカル、ゼロ。こういう感じですかね。なんですが、ポップするんではなくて、プッシュする。なので、そういう意味では、リテラル値を、プッシュしたのと同じような手法でやるみたいなことですね。これですね。コピーで持ってきますね。ロードロックゼロ、ここですね。ここだ。
はい、この時の値は、おお、なるほど。なるほどというのは何を言っているのかというと、これですね、ここを、ローカルゼロかな、ロードオークゼロなんで、ローカルゼロを、スタックに入れてるんですけど、これって、ローカルゼロの型が分かんないといけないですね。型分かんないと、このスタックがどういう型になるべきかが分かんないですよね。深いなぁ。アプライコンテキストの中に、ローカル変数の型が入っていたかというと入ってないですね。なので、ここにその情報が必要だということですね。やっぱりそうか。アプライコンテキスト増えると思ったんだ。やっぱりそうだわ。それは、ちょっと、ちらっと見ますか。どこになるんだ？インターナルコンバートですよね。ローカルズの出力、これですね。ここの段階では、ローカルに、ローカルタイプがあります。こいつはタイプクラスですね。なんで、これが得られればいいですね。ターゲットとなるローカルの番号で。でも、結局、それってローカルズの中に入ってるんで、この情報がアプライコンテキストの中にあれば、引けるようになるってことですね。うんうん、なるほど。そうですか、みたいな。ほうけていてもしょうがないので、このローカルズを、じゃあ、アプライコンテキストに渡しますね。こんな感じで。で、こいつの型は何だったっけ？ローカルバリアブルインフォですね。なので、アプライコンテキストのコンストラクタに、IList ローカルバリアブルインフォと、でローカルズを渡すようにし、こいつが、外部から参照可能にすると。ちょっと IList、まあまあ、しょうがないか。IList はね、要素、アットしたりできるメンバーがあるんですよ。実際こいつにアットできるかっていうと、多分例外がスローされるような気がするんですけど、まあその辺気持ち悪いなっていうのも、をちょっと書いてて思っただけです。とりあえずこうしますね。わかんないんで。はい。で、アプライコンテキストからローカル変数の情報が、取れるようになったので、先ほどの実装のところに戻ると、やりたいのは、このタイプリストの型の指定とか、こういうところに、このアプライコンテキストで取り出すローカル変数の、型を指定したいんですよね。で、これは LD ロック0なので、ローカル変数0ってことが分かってます。つまり書くならこういうことですね。まあ、明示的に取り出すとこういうことです。で、こいつの型が、ここで、ローカルタイプ。これで参照できましたね。こんな感じですね。こう。はい。で、そうするとタイプリストにもちゃんと正しい、型が渡されます。これでいいのかな？そうですね。これでいいですね。これでローカル変数の、型がそのまま、スタック、ほにゃほにゃのほにゃほにゃに割り当てられると。よかった。ちなみに、この方でインデックスで得るやつは、今、さっき白板で話した通り、型によって再利用するっていうのをやめるので、ついでにここも削除しますか。もう、あとは、この上、使われていようがいまいが、ここの、後ろにアットしていくみたいな流れになるので、スタックインデックス、
は現在のタイプ、リストのカウントの値を取り、間違えた。タイプリストに、無条件で、必要な方をアットしますみたいに変えると。こういう流れですね。で、そうすると、さっきの、LDCION1 も同じですね。ここで型チェックはもはやしない。バー。こういう感じですね。はい。で、ここはまあイントなので、イントが固定的に渡されます。こうかな。ION2 ですよね。で、LDCION コンバーターも同じ。こいつは LDCI8 なので、ここが、さっきなんかイントになってましたね。まあ、ロングです、間違いなく。ロングですね。の方を、アットする必要があります。で、これ ST だから、スタック消化する方ですね。なんで大丈夫。タイプリストマイナス1。ST63、ロードロック。これが、戻ってきたところですね。はい。で、じゃあ、まあ、これがコピーされ、LDLOCK1 になります。こんな感じですね。で、LDLOCK1 ということは、ローカル変数領域の1番目を参照します。ローカル1。はい。で、ローカル1のローカルタイプをタイプリストにアットすると。そして実際、代入するときもローカル1の内容をスタックにコピーするコードを出力すると。あ、なんかいい感じですね。こういう感じですね。じゃあ、サクサクと。これもインデックスが違うだけなんで、ちゃっちゃっと変えます。ローカル2、ローカル2。まあなんかどこを共通化すべきかは、こうやってコピペしてるとなんとなく分かってきますね。この辺はリファクタリングで直すことにしましょう。3のローカルタイプ。3。はい。次、ロードアーグ0。ロードアーグ0ね。パラメータズは、そうなんですよ。アプライコンテキストにすでにあるから、そこから、シンボル名はわかるから OK と。なので、ロードアーグなので、こいつらと同じような感じのソースコードが出ます。こうなって、ロードアーグって、引数、を取り出してスタックにプッシュするんですね。だから、代入先はスタックでいい。だから、まあ、ここら辺の流れは、さっきと一緒。ここだけが違うんですね。ここが2になって、この名前が、引数のシンボル名になるという感じですね。あとは、先ほどと一緒。ほぼ一緒。こんな感じ。で、これだけが違うか。ローカル変数領域の情報はそうではなくって、パラメータか。パラメータですね。ここの、参照は、こう。なので、まあ、ここもちょっと変えておきますか。パラム0みたいな感じにしておきますか。はい。そうすると、この型を、取得しなきゃいけないところも、パラム0のパラムメータタイプというのがあるので、これを参照すれば型がちゃんと渡されると。ああ、なんかちょっとつながってきましたね。で、ここがパラム0の、0の名前が、ここのシンボルのところに入れば、スタックへの代入として辻褄が合うようになると。はい。いいですね。で、これがロードアーグ0。あと、ロードアーグ1はほぼ同じでインデックスだけが違う。ロードアーグ1。この辺ね、実はね、ロードアーグ2とか3とか言ってあるんですよ。なので、このほぼ同じ処理をですね、まあ、
あの規定クラスにあの実装した方がいい感じですよね。あのこのインデックス番号だけなんかパラメータができるような方法を考えた方がいいですね。はい、こんな感じかな。はい、いいですね。あと、アットコンバーターと、BRS ですね。アットコンバーターか。あとは、ポップとプッシュとあるんですね。どうなるんだろうな。まず、どんなコードが出力されるのかっていうのを明らかにしますか。アットなので、イメージとしてはこういうこと、プラス、スタック、2、3みたいな。2つの、値が2つプッシュされている必要があって、最低限。で、それらの値を取り出して、足し算するので、こうですね、プラスする必要があります。なので、ここに指定するのは、その2つの位置じゃないといけないですね。ポジション0、スタック0インデックス、ポジション1スタック1インデックスみたいな感じですかね。こういう式になればいいですよね。この計算結果がどこへ代入されるのかというのはまだこの時点ではわからないですね。ダメです。わかりますよ、わかります。おお、危ない。そうだ、再びスタックにプッシュされるので、こうですよ。こういう式3A45 みたいな、こういうことです。うわ、分かりにくい分かりにくいわ。あー、これ難しいな。21、21、そうか。前この足し算の、こう LHS と RHS はなんか順序逆じゃないかなって言ってたんですけど、逆ですね、やっぱりこう考えると。多分こっちは、これと一緒になる。位置的に、スタックのインデックスの位置と位置的に同じになるような気がします。それを、この、当てがう番号で言うなら、ポジション0は一緒。だけど、ここは違いますね。スタック0インデックス2とかなのかな。ややこしいな。インデックス、まあこんな感じかな。こんな感じですね。うひゃー。死ぬわ。うん、こういうことです。いいですね。これね、なんか今書いてて思いましたけど、やっぱりなんかこのシンボルですね。スタックのローカル変数領域参照するためのこのシンボル名をなんかメソッド一発で生成できるようにしておかないと、なんか間違いのもとですね、これ。それはなんかもうちょっと考えないといけないような気がします。で、頑張ってあと実装したいんですが、最初にポップ2つの値をポップするって作業があります。ポップ自体は STLOCK とかでやりましたね。この辺がそうかな。ちょっと習ってみると、カレントポジションとタイプリストマイナス1、まずここでカレントポジションと言ってますけど、
これかな。ポジションゼロ。ポジションゼロ。逆ですね。こうだ。ポジションゼロ。スタック1。スタックゼロ。インデックス2。いやいや、スタック1。インデックスと。これ、後で見たらわからなくなりそうだ。辛すぎる。タイプリスト得ました。タイプリスト1、バー、スタック1インデックスは、タイプ1カウントマイナス1。こうかな。それから、もう一回、ポップする必要がありますね。こう。で、ポジション0。タイプリストも01。スタック0のインデックスが、タイプ0のカウントと。はい。これでここら辺埋まりましたね。で、これ、あれですね、こっちが1で、こっちが2みたいな感じかな。こうか。はぁ、これで2つの値をポップしました。で、この後、値を、プッシュして、置く、代入すると。プッシュされるので代入される。それは、この辺と一緒ですね。ちょっと冗長かもしれないですけど、これポップして、その前なので、これポジション0は変わってないから、これがポジション0のままですね。で、タイプリスト0も変わってないので、再取得は必要ない。ここか。タイプリスト0の、スタックインデックス、スタック0インデックス2かな。いやー、ほんとかな。あー、大丈夫。新しくタイプリストの終端に、今から新しいそのスタック領域を割り当てるんですね。だから必ずこうなる。あ、いい。で、まさにここで、それを足します。はあ、ここの方が何なのみたいな話ですね。ちょっと置いときましょうか。で、実際に、プッシュして、スタックの、スタックを一つ進めます。なんで要素としてはこれで揃ってなんですが、型が問題だな。この計算結果、何になるかみたいな話だよな。うわ、これは辛いですね。なるほどな。あとはこいつとこいつが32ビットだったら64ビットになるような気がしますよね。難しいわ。ですね、今考えた画期的だけどダメなパターン。気分からん。画期的だけどダメなパターンはここをオートにするってことですね。でもそれはダメですね。このスタッここで割り当てたこのシンボルは別の多分この行の後ろの方で参照される可能性があるのでダメですね。されるし、前でも参照される可能性がありますね。要するにスタックにプッシュしたまま BRS かなんかで、上の方へ戻る
戻ジャンプして戻るというパターンがあるので、そうするとそこでこのスタックが参照できないといけないので、やっぱり定義は一番先頭に来なきゃいけなくて、先頭に持っていく場合は型を明示しなければいけないと。はあ、辛いですねこれ。なるほど、うん、結局言えることは、あと評価スタックのシミュレーションというのは、そもそもスタックマシンではないので、あの C 言語は想定している、まあ、C 言語で模倣しようとしているアーキテクチャがスタックマシンではないので、そこが苦しいところですね。方法の一つとしてパッと思いつくのは、あの実際にスタックを用意するって方法はあると思います。それも微妙ですけど、まずオブジェクトがないんでね、オブジェクト型があの C 言語には存在しないので、どんな値でも入れられるっていうのを満たすのは難しいかな。特に .NET の場合はバリュータイプがあって、バリュータイプはいかようにでもでかいサイズにすることができるので、まあ例えばスタック T とかにして、その T 型がバリュータイプが当てがわれた場合、あのそいつが占めるストレージサイズっていうのはあの T 型に依存するからわからないんですよね。この辺ね、あの江戸さんが前ザマリンで、あザマリンというかモノの話でもしてくれたんですけど、まさかねそのネタと同じ問題がここで被ってくるとは思わなかったですけどね。すいません、一旦ちょっとね長くなりすぎなので、あの切りますね。なんかいい方法がないか、あるいは、こいつを、まあ、あの詰めてやるしかないのかっていうのを、考えたいと思います。ということで、ちょっとこれはあの変更途中なんでコミットできないので、ね、残念ながら、GitHub の方にプッシュはしないですけれども、まあ、次回これの続きをそのままやるので、その時に何とかしますか。難しい難しいし、やっぱりあれですね、 なんかどん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 あの最適化があの C コンパイラーの最適化がかからない方向になんかコードが倒れてってるのがすごく嫌ですね。あのフットプリントを小さくしたいと思っているので、まああのデバッグビルドの時にデカくなるのはまあしゃあないかなと思うんですけど、ちょっとリリースビルドでもあまり複雑なコードを出力させると C コンパイラーが頑張ってくれてもなんか最適化がきれいに効かないってことが考えられるので、そのあたりもちょっと不安要素ですね。なるほどね。やっぱこれあれですね、あのこうやってあのちゃんと内部まで考えてみないと、あのこういうソリューション IL をあの C のコードだとか何か他の何かにトランスレートするっていうのにどんな問題があるかっていうのはやっぱり書いてみないと分かんないですね。なるほどなるほど。いやでもまだ諦めてないです私は。ということでまた次回、考えたいと思います。じゃあ、今回これで、終わりたいと思います。ありがとうございました。